ねえねえ、私たちいつまで欠陥の中にいるの？もうとっくに退社も終わってるのね。もう大外に出る準備はできてるってことだよね。ああ、そうだな。私たちは大外へ出る準備は終わっているが、ウプ主が私たちが退社が終わっていることを、すっかり忘れていたようなんだ。それはひどいのね。それでは、これから私たちはどこに運ばれるのかな？退社されて、水に溶けやすい形になってるから。やっぱりそういうことだよな。大方の予想通り、多くの薬は代謝された後、腎臓に運ばれて尿中に捨てられるんだ。尿中には薬の代謝物がたくさん捨てられているってことだね。腎臓以外に排泄されるところはないのかしら？一部の薬は、肝臓を通過しても代謝を受けず、胆汁中に捨てられるものもあるぜ。確か腎臓と肝臓が薬の排泄の主な経路だったよね。それが薬の二大排泄経路だな。二大ってことは少ないけれど他の経路もあるのかしら？少ないながら、呼吸中や汗、母乳などにも排泄されるな。母乳中に排泄されちゃったら、赤ちゃんに影響ないの？授乳中の使用を見合わせた方がいい薬っていうのはあるな。呼吸中に捨てられる薬にはどんなのがあるのかな？有名どころは吸入麻酔薬だな。呼吸中に排泄されるから、麻酔からの覚醒が早いというのが特徴なんだ。アルコールも呼吸中に排泄されるわよね。呼吸や汗にも排泄されるが、アルコールはほとんどが肝臓で代謝されるな。とりあえず私たちはどうするの？このままの流れだと、多分腎臓だよね。それじゃあ、腎臓での薬の排泄について説明して、マリサ。わかったぜ。腎臓に着いたわね。血管がたくさんあるのね。毛細血管がとても多いんだね。この毛細血管がとても重要な役割を果たしているのぜ。この腎臓の実質と呼ばれる部分に、尿細管という尿を作るための仕組みがあるんだけど、この尿細管の手前に、腎臓の毛細血管に流れ込んできた血液をろ過することによって、尿の元を作る、糸球体と呼ばれる組織があるんだ。つまり、腎臓までたどり着いた血液が、腎臓の糸球体を通ることで尿が作られるってわけね。そうなんだ。ひょっとして、代謝されて腎臓まで運ばれてきた薬も、腎臓の糸球体でろ過されるのかな？なるほどね、こうやって尿中に捨てられるってわけね。これで旅は終わりなのね。おいちょっと待て。そんなに単純ではないのぜ。糸球体を通過して尿の元、つまり原尿が作られるわけだけど、その後に、原尿はさっき出てきた尿細管に運ばれるのぜ。尿細管って何をするところなの？まず、糸球体を出てすぐの近位尿細管では、原尿中に捨てられてしまった、アミノ酸や糖類など、大切なものを再吸収する働きがあるんだ。大切な栄養を再吸収するんだね。そして近位尿細管では、栄養素を再吸収するだけでなく、単体を介してエネルギーを使い、異物、つまり薬を尿に分泌する働きがあるんだ。単体を介してエネルギーを使う、つまり濃度を輸送ってわけね。お、霊夢、よく覚えていたな。つまり、薬の排泄は、糸球体でのろ過と、近位尿細管での分泌、両方で行われるってことだね。霊夢、その通りだぜ。これで無事に体外へ出られるのね。いや、まだだぜ。今度は遠位尿細管で、薬の再吸収が起こるんだ。せっかくエネルギーを使ってまで捨てたのに、どうしてまた吸収されちゃうのかしら？糸球体ろ過と近位尿細管での分泌の結果、尿中の薬物濃度が高くなり、血管内の濃度が低くなる。すると、濃度勾配による受動拡散が起こるんだ。結果として、血液中に再吸収されてしまうんだね。せっかくエネルギーまで使ったのにね。このような過程を繰り返しながら、徐々に薬は尿中に排泄されるのね。ちなみに近位尿細管と遠位尿細管の間にある、ヘレンのループでは、水分と電解質を再吸収しているのぜ。体にとって必要なものを無駄にしないためのシステムなんだね。これで無事に旅は終わるのかな？実は、このシステムに影響を与える因子が、これまたいくつもあるんだ。またまたややっこしいことが始まるのね。吸収や分布溶石のところで出てきた。確か、タンパク質と結合した薬は、細胞の中に入れなかったんだよね。薬として働けなかったのね。そうなんだ。それと同じで、糸球体でろ過できるのは、有利型の薬物だけなんだ。タンパク質と結合している薬は、排泄されないということね。他にはどんなものに影響を受けるの？尿の pH だな。尿が酸性になった場合はどうなのかしら？弱酸の再吸収が増えるから、アルカリの排泄量が増えるぜ。アルカリの時は弱なのね。そうだな。弱アルカリの再吸収が増えるから、相対的に酸性薬物の排泄が進むぜ。他にもまだありそうだね。影響を与える因子。あるぜ。さっき近位尿細管で、薬物が単体で分泌されるって話をしたよな。あったわね。その単体にもいくつか種類があって、陽イオンを運ぶもの、陰イオンを運ぶもの、そして P 等タンパク質を介するものがあるんだ。単体の種類があって、困ることがあるの？いや、困ることはないのだけれど、同じ単体を介して排泄される薬が何種類かあったとき、薬の作用や排泄に影響がある場合があるんだ。
排泄の過程でも相互作用があるってことね。その他にも、加齢によって、腎臓の処理能力が落ちてきたり。確か80歳は30歳の半分のろ過能力だったよね。痛み止めを飲むことで、糸球体でのろ過量が減ることも、報告されているんだ。痛み止め、気軽に使っているけれど。腎臓に影響があるの、怖いね。こんな風に、腎臓での薬の排泄は、加齢や薬そのものの性質、尿の正常、併用薬などによって様々な影響を受けるんだ。腎臓の機能が、薬の排泄能力にとても影響するんだね。じゃあ、その腎臓のろ過能力はどのように評価されるのかしら？客観的な指標が欲しいのね。よく使われるのが、クレアチニンクリアランスだぜ。クレアチニンって何なの？クレアチニンは筋肉のエネルギー源である、クレアチンが、筋肉で使われてできる老廃物だぜ。それがどうして腎臓の機能の指標になっているの？クレアチニンは、糸球体でろ過されるけれど、尿細管で分泌も再吸収もされないんだ。つまり、尿中のクレアチニンの量がそのまま、糸球体でろ過されたクレアチニンの量ってわけね。そういうことだぜ。腎臓での話はこれくらいだな。次は肝臓かな？それじゃ、また肝臓に移動しましょう。肝臓に着いたね。肝臓からはどんな薬が排泄されるのかしら？あ、悟りだ。肝臓からは主に、使用性が高かったり、分子量が大きな薬物が、胆汁中に捨てられるよ。そしてまた、十二指腸に胆汁が分泌されて、全身循環に入るぜ。そしてまた肝臓に戻ってくるよ。ぐるぐる循環しているわね。だから腸管循環というのぜ。でも、胆汁に排泄された薬のすべてが、また全身循環に戻るわけじゃないよね。ちゃんと糞便中に捨てられるよ。これが肝臓からの捨てられ方なのね。よくわかったことは、一度体の中に入ったものは、大切なものである可能性があるから。排泄するのにも、体はとても慎重になっているね。でも、不要な異物は早めに体外に出す必要もあるから。腎と肝の二段構えで排泄する仕組みがあるのね。しっかりまとめられたみたいだな。今回はここまでね。それじゃあ、次回も、ゆっくりしていってね。だね。